岡山県教委によりますと、旧静谷学校行堂の耐震化事業は来年度後半から始める予定で、まず建物の強度や地盤の状態を調べる耐震診断から着手します。その後、専門家による委員会を設けて具体的な工事の方法を検討し、工事完了までには最長で10年程度かかる見通しだということです。文化庁による簡易の耐震診断では、 公道の大広間に壁がなく柱も少ないなどとして強度不足の可能性が指摘されていました静谷学校は岡山藩の初代藩主池田光政が1670年に創建し1701年に建てられた公道は県有施設で唯一国宝に指定されています